はい、ハローユーチューバーです。ですね、最初にこの三角のマーク、ちょっと紙こうやってたんですけど、後からお話しします。別に秘密結社系の話をするってことでもなく、同心の心、同心という話をしようかなって思ってます。同心とは同心の心に戻るとかね、そういう類の話ですね。同心の心、同心の心、赤ちゃんの時、生まれてきた時、子供の時っていうのは同心の心だったと思います。それで、幼稚園入る、小学校、中学校、高校、義務教育といって、社会の荒波にどんどん揉まれていって、その同心の心っていうのはどんどん忘れ去られていく、なくなっていってしまうものなんだと思いますが、しかし、少年、青年、中年、高年、老人かな、この段階を経ていくことに同心揉まれる、忘れされる。そして高年から老人に行くときに、実はというか、僕の感覚なんですけど、その高年からおじいさんおばあさんに戻っていくときに、同心の心に変えていって、人生を皆さん卒業していくんではないかっていうね、そういうお話どうでしょうか。すごくねそれを感じるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんってもう雑念っていうかさ、その心の中がどんどんもういらないもの、どんどんデトックスというかさ、いろんな経験していって解き放たれていってるような感じがするんですよね。もう朗らかな感じで、なんか太陽ありがとうとか、こうなんかニコニコして朗らかなような感じ、表情、それをすごく感じましてね。同心で生まれ、同心を忘れ、同心に最終帰っていくんではないかと、思い出していくんじゃないかと、そういう感じ、これ感覚で分かってほしいんですけど、そういうふうに思っています。それでですけど、そうであればどっちにしても同心同心で帰っていくんであれば、同心から始めて同心のまま、卒業したいなっていうお話です。はい、この揉まれ揉まれは絶対あるんですけど、同心忘れずに揉まれていって卒業人生のね、はい、っていう話をしたいなって思ってます。はい、でね、そのためにこの表を出したんですけど、これはまあ表っていうか、僕がうまいこと書けたんで、ちょっとこれ見せたいっていうところもあるんですけど、三位一体、心、体、魂、スピリット、ボディ、マインドっていうふうに書いてみたんですけど、このね、綺麗な正三角形を保てたら、同心に戻れるんじゃないかっていうね、この実験じゃないんですけど、そういうお話ですね。一つずついくと、このボディ、体には良質な食事をっていうことで、いい食事、健康的な食事、まあ、玄米とか、まあ、いい食事ですね。ちょっとうまい例え出なくて申し訳ないですけど、良質な食事です。んで、あの太陽を浴びたりね、適度な運動、ウォーキングとかして、素敵な体を作っていくと、ボディ、体で、心、マインドって、マインドって書いたんですけど、心、見えないところ、ここは良質な食事じゃなく良質な情報でいいかなというふうに思っています。良質な情報とは、テレビ見て、邪悪なニュース、コロナで死亡、殺人事件で死亡、戦争で死亡とかね、そういうの見てるんじゃなくて、もっとなんか見るものあるでしょっていうことでね、テレビはね、もう残念な結果というか、あんまりもう見てない人多いと思うんで、テレビの話はやめて、じゃあ YouTube で話させてもらうと、人の不幸は蜜の味みたいな、チャンネル見るんじゃなくて、なんかお笑いとか、綺麗な子犬ちゃんとか子猫ちゃんとか、こういう学び系のやつ見てもいいですしね。なんかね、愛のある情報をキャッチして、そして口から話す言動、言霊というのは、愛のある言葉を発して、愛してるよとか言って、ぶっ殺すぞとかじゃなくてね、言われた人は嬉しい、言われた人は悲しいように、言った自分は嬉しい、言った自分は悲しいくなっちゃうのでね、口からは愛のある言葉、愛のある言葉、
そして言動もそうですけど、行動、態度、愛のある態度、そうです。まあ、ということで、このマインド、心っていうのは愛のある情報、愛のある自分であること、うん、ですね、かなっていうね。で、こうスピリット、魂はね、ちょっとね、僕が話すのはなかなかね、うまく難しいんでね、申し訳ないんですけど、魂イコール神、魂イコール宇宙、宇宙イコール無限、もうゼロ、いいとか悪いとかもない、もうゼロ、神イコール全て、もうゼロ、いいとか悪いとかもない、あなたは神です、私も神です、みんな神ですっていうふうにね、斉藤ひとりさんがおっしゃったんですけど、みんな神、僕も神だし、あなたも神だし、みんな神、手をつなごうよみたいな、みんないいし、みんな悪いし、みんなイケてるし、みんなイケてないし、みんな同じ、みんな同じ、みんな一つで、みんないいとか悪いとかない、もない、いいとかも悪いとかもないっていう、そういう世界観が魂としかもう今現状ではね言えないのでね、僕の学び不足というかね、語彙力不足、まあ学び不足ですね、学び不足です、すいません、はい、そうです。でね、この3点を俯瞰してこう見る、こう目描いちゃったらね、マジでどんどん近づいてきちゃいますけどね、そういうやつに、そういう結社にね、なるんですけど、俯瞰してみて、この100点100点100点であれば綺麗な正三角形が保てれると、俯瞰していつでも体の健康、心の健康、魂状態ワンネス、自分無、みんな同じ、寒かったらみんな寒い、暑かったらみんな暑い、てかもう何もないみたいなとこっすかね。ちょっとね、これはうまく言えないぞ。はい、この3つをね、今のを調整することが同心に帰るというふうに僕は思っています。なぜならば、あの三角作るのにはまあまあ自分がやりたいこととか、まさに子供の頃、あの童心の時思い出してください。あの童心の時何をしてましたか。もう見るものが全て新鮮で、これ触れたらこの鉄の感覚冷たいなとか、静電気いた、衝撃びっくりした、こんなの初めて、うわ何なんだ、全てフレッシュ、あの頃の感覚に戻っていくのが、あの綺麗な三角を作る近道、ヒントなんではないかなというふうに、僕は思っています。はい、だからやりたいことをやる、やりたいことをやる、楽しいことをやるっていうのにフォーカスしていくのがそのヒントじゃないかなって思っています。そしてですけど、これをやることによって童心に近づけるんであれば、童心に戻っていくイコールこれに近づいていってるということとも言い表せれます。はい、したがって、まあ、Go to Basic っていうんですかね、 Go to Basic、原点回帰、温故知新、ごめんなさい、温故知新間違ってるかもしれないな、あ、合ってるかな、古きを知って、うん、新しきを知るかな、うん、そう、Go to Basic、Back to Basic、Go to Basic、 オリジナルに戻ると、原点回帰やと。で、最近こじこじいいよっていうね動画作ったんですけど、こじこじにすごくね、そういういろんなヒントが隠されてるなと思ってまして、すごくこじこじいいですよ。よかったらこじこじ見てください。さくらももこさんの作品で、ちびまる子ちゃんとかね、アニメ普通に楽しいですし、アニメ見ながらね、そういう童心についてとか、そういう見えない世界とか、本来の生き方って何なんだろう、童心って何なんだろう、俺って何してたっけ、あれおかしいな、いつの間にかなんか人生の罠みたいな、沼みたいなところでぐる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 砂漠をさまよっていたぞっていうことにね、気がつけるかもしれないですし、気がつけます。はい、どうでしょうか、なんとかね、うまいこと話せたんかな。はい、どうでしょうか、こんな感じで最終こじこじの話になりましたけど、童心に戻る、童心っていう話をちょっとさせてもらいました。はい、ありがとうございます。